どうも、うずです。本日はちょっとマービックプロ、このドローンを約1週間ちょっと試してみて、思ったことを話したいと思います。まずドローンなんですけど、最近またちょっと事故起きましたね。あの姫路城に外国人グループがドローンを飛ばしていて落下させてしまったって話が出たんですが、悲しいです。でこれでまたちょっとドローンって落っこちるんだなってイメージがついてしまうかもしれないんですが、私が1週間ほどあの飛ばせるところで飛ばした状態で感想を言いますと、まあ落ちにくいっていう言い方をさせてもらいます。まあ、なぜ落ちにくいという言い方になるかというと、絶対落ちないわけじゃないじゃないですか。空飛ぶ機体ですし、空飛んでるわけですし。でも落ちにくいと思うところ理由、まずこちらのマピックプロに関してはセンサーが前面と下のところについてます。そして GPS 搭載で、自分のいる位置というのをこのマシンがしっかり把握して飛んでくれるので、変なところに飛んだりとか挙動がおかしくなったりとかは、その1週間ちょっと試しながら使ってる中では全然ありません。すごく安定して飛ばすと、上空 100m ぐらいに上げてもピタッと止まったような形で動きません。で風とかそういったものに関してなんですが、私が今飛ばした中だと風速 4-5m ぐらいの状態で飛ばしたのが一番強いぐらいなんですけど、その時それであれば全く微動だにしません。で何本かその足利市の織姫神社の上のところを飛ばしてる映像を上げましたが、2本ぐらいかな、上げましたけど、あれも目で見える範囲で飛ばさせてもらってるんですが、全然あの思った通りに動いてくれて、危ないシーンっていうのは全くありませんでした。だからあのルールを守った中で、飛ばせば基本的に落ちることないかなって安心感もあります。でその飛行を見てくれてた全く知らないおじさんたちだったんですけど、おばさまとかも見ててくれたんですけど、あれこんなにすごい安定して飛ぶんだって言ってすごく感動されてました。でそこでそのいる場所で、あの iPad じゃないんですけど、まあこんな感じで Mavic で映してる映像って、あのその場でね皆さん見られるような形でディスプレイに映るので、それもその知らないおばさまおじさまたちに見てもらったら、あのすごい感動されて、こんなに安定して撮影できるんだって言われてすごい喜ばれました。まあ、なのでその航空法、ドローンに対する航空法で言われているルールをしっかり守れば、安全な飛行ができるなと感じました。実際試していて、ただそれでもあの危ないなって思うことはあります。それが何か、私が使ってるマビック以外にファントムシリーズとかインスパイアっていう高いいいねプロ用機材みたいなものがあるんですけど、あれはまた別の話があると思うんですけど、マビックプロに関しては小型軽量化を図ってるので、センサーに対しては十分と言えないんです。なぜかというと、マビックプロは前面のセンサー、これ優秀です。障害物に近づくとピピピピピってアラーム音がして、それ以上前に進まなくなります。で下のセンサーもしっかり地面の状態と距離を測ってくれて、安全な着陸離陸ができるように作られています。ただし上部のセンサー、後ろ横のセンサーはありません。だからそのあたりは操作を間違えるとぶつかって落ちてしまいます。で今いろんな方の動画見てると、あのすごくこれが危ないかなって思うのはあってあるんですよ。で何があるかというと、撮影してる時によく見かけるのが、建物とかをこう旋回しながら、そのね、被写体を中心に捉えながら旋回しながら、映像を撮ってるものとか、橋とかでこうやっぱりドローンってそう走ってるものとかをこう横にこういう風に追いながらね、横移動するケースが非常に多いんですよ。でそうしますと何が怖いかというと、対象物をこう真横で捉えながら追っかけていくと、横のセンサーがないわけですから、何か建造物だったり木だったりに引っかかって落ちるケースはあり得ると思うんですよ。ここが一番怖いかなっていうのはあります、落下に関してね。だから絶対安全とはまあ言いにくいんですけど、そういったシーンを想定してそこに気をつけて飛ばせればまず安心かなとあります。例えば私が住んでるとこなんか都会ではありませんから、上空 30m から 50m ぐらい上げてしまえばまず当たることはほとんどないんですよ。それほど高い建物がないので、というところで、であとはバッテリーとかもよく心配されると思うんです。よく知らない方だとバッテリーがなくなって落っこってきちゃうんじゃないか、あとはこの送信機からの電波が届かなくなって勝手な行動を始めちゃう、落下しちゃうっていう印象の方も多いと思うんです、ドローンを知らない方とかですと。でもそこに関しては私もちょっと試させてもらったんですけど、まあそう電波が届かないところまで飛ばせてないんですけど、電波が例えば切れてしまった場合、ドローンって
基本的には自動帰還してくれます。だから電波が届かなくなって操縦不能ということは基本的にありえません。でバッテリーに関してもバッテリーも設定の方ちゃんとしてあればだいたい 30%20% という状態になった場合に自動帰還やっぱりしてくれます。それなので電波が届かない、バッテリーが切れるということによる落下もありえません。で、マビックに関してはここにね、上にね、あの緑のラインがあるんですけど、バッテリー残量もちゃんと表示されていて、でこの緑ラインがこちらの方、だんだん少なくなってくると自動帰還するモードっていうのにしっかりなってます。だこれも視認できるし、機械の方も実際こういう風に計測をしっかり測ってくれてるので安心です。ということで本日の動画では何が言いたかったかというと、別に絶対ねドローンが安全とは言い切れませんが、ただかなり安全を配慮した作り、そして安定性能を持っています。ただ問題なのがこのドローンに関して、私が今持ってる所持してるマビックプロは安くなったとはいえ12万円します。で人気機種のファントムシリーズやインスパイアっていうもっと高額な商品もありますので、そのあたりのクラスになれば安心できると思うんですけれども、ただそれを知らない方とか普通ねドローン使わない方って見てわかんないじゃないですか。例えばこれも、まあ、ドローンって言い方をされます、小型ドローン。でもこちらは重さも全然軽いし風に流されるし、安全面っていう意味では両方ね操作した上では全く違います。だから私こっちを飛ばす勇気はないです。で反対にこれあの重さの方が多分 100g ぐらいすごい軽いんですよ。だからそのフォーク砲って呼ばれるものが適用されない、多分ねおもちゃラジコンみたいな感じになるんですよ。で落下してきて当たってもまあ軽いからいいんだけど、まあ、当たりどころによってはやっぱり怪我するじゃないですか。だからその辺の見極めが実際できないっていうのがね難しいかなっていうところもあります。見てあれは安全だあれ安全じゃないって分かんないもんね。ということでドローンに関してはまだまだいろいろと怖かったり、まあ安心だと思って使ってたり、いろんな意見が分かれると思うんですけど、この動画でも多分高評価低評価がいっぱい分かれると思うんですけど、まあ、一番言いたいのはドローンを使う人は私も含めてなんですけど、安全な場所で飛ばしていいところでルールを守って飛ばそうっていう、そういう話でございます。今回の姫路城の人的事故、あれも飛ばしちゃいけないっていうところを飛ばしてるから悪いわけで、許可もなしにね。だ本当にちょっとドローンに対して悪いイメージ持ってた方いらっしゃいましたら、そこまで悪いものじゃないっていうのもちょっとお願いします。ただ最近ドローンの動画上げててコメントとかもいただいていて、そのドローンをね結構使ってらっしゃる方とか、九州の方の方とかいろんな県の方いるんですけど、その中でやっぱりお仕事としてドローン使ってる方のコメントもあったんですが、あくまで空を飛ぶ機会、絶対落下しないということはありえませんので、その辺はよく配慮して使ってくださいねうつさんっていうコメントもいただきましてありがとうございます。そういうことで、まあドローン使う場合、まあ、私もそうですけど責任ある行動をとっていきたいと思いますので、ドローン使ってらっしゃる皆様もちょっとお気をつけてご利用ください。で本当にうまく使えると綺麗な映像撮れますし、街のプロモーション映像撮れたり、何かのこう映像作品作るのにもすごくいい機会なので、そういうところもちょっとバランスとって使っていただけたらなと思います。本日はちょっとドローンに関してお話をさせていただきました。まだまだね新参者なので、大したことは言えないんですけど、使ってみての感想を一回上げさせていただきました。今回の動画がなんとなく役に立ちましたという方は高評価お願いいたします。私のチャンネルはドローンが中心のチャンネルではありませんので、私のチャンネルはドローンが中心のチャンネルではなく、いろんなガジェットの紹介などをしているチャンネルですので、もしそういったものが好きであればチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。
でもなかなかいいよね。このサイズで、iPad のサイズで画面見ながら操作できるっていうのはね、今回ね、初めてこれ、iPad とつなげてみたんですけど、いいね、この大きさで操作できるのはね。ただこれをどういうふうに使うかだよね。ああ、なるほど。縦につなげられなくもないんだ。なんか変な感じだけど、縦での操作ができるね。こんな感じでさ、こんな感じで操作するのもできんだね。怖いね。これ iPad 落としそうかな。